ピザ買ってきましたけどね、もう東京始めてるから作っちゃいましたね。スラッキアのソフトクリームね。ごめん、あつい、うん、駐車場来るまでこんだけ溶けちゃいますからね。さてと速攻溶けちゃったんでね、慌てて食べてましたけどね。額物とね買ってきましたよってことでね、写真撮ってね、ちょっとね準備とかして出そうかなと思ったんですけど、すごいです、余裕ねえな、もうね駐車場がめちゃくちゃ満車でね、もうぐるぐる回っとって、今出ろよ出ろよって感じでねずっと見られてなってますんでね、もうアイス食ってる暇あったら食いながら吸って早く出ろってねいう感じがね、もうね5台食ってる間だけ10台くらいさささささと、見てかれてますんでね、小心者のね山田さんはねとっとと出ますよ、いや普通普段だったらもうあんだけなってたらね、こんだけなってたらもう食べながらすぐ出てくるんですけどね、もう溶けかけとってね、ちょっと片手 で食べるのがちょっと困難だったんでね、そこだけはちょっとご容赦をいただければと思います。今もうこんなんでも炎上しますからね、何でも炎上する時代ですからね、すごい発火点がどん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 低くなってますからね、よいしょ、とりあえずカメラの方は動いてますね、いけそうなのかな、このまま行けるならありがたいんですけどね。とりあえず、名古屋の方に向かってね、行きます。名古屋の友達にとってね、名古屋の友達とか、例の裏代表ですけどね。友達には間違いないんですけど。さてと、とりあえず、狭いね、ところも向けてきたんで、東北災害という感じかな。眩しいな。しばらく西日がずっと入ってくるんでね、眩しい角度になっちゃうかなと思うんですけどね、とりあえずディオワールドで額縁ね買ってきました、ポスターでね B2 サイズのポスターってことなんで、要素に対応したやつをね買ってきましたよ。まあ引っ掛けるものとかはまたねちょっと後々ね、考えてやったらいいのかなということでね、とりあえず、買ってきましたよと。でそれと、ゴミ袋が安かったから買ってきたね、四日市の指定ゴミ袋が30枚入りが300円切っとったんで、税別ですけどね、税抜きで298円か、ってなっとったんでね、これは安いと、ということなんで、それは買ってきましたよと。でまあそのままね、そのままとか一回荷物置いてですけど、イオンの方行って、まあちょっと暑かったんでね、アイスでも買おうかなと思ってね迷ったんですけど、サーティワンが入ってるんでね、北ちゃんにはサーティワンにしようかなどうかなとも思ったんですけど、スガキヤにしましたね。そう迷ったんですけどね、サーティワンだとダブルで700円ぐらいでしょ、で、スガキヤがね、値上がりしたって言ってね、今問題になってますけど、値上がりしたと言ってもソフトクリーム160円ですからね、未だにこの価格維持してくれてるのありがたいですね。で、そっか、ラーメンが360円ね、上がってっていうことでね、まあだいぶ上がりました。昔280円だったことを考えるとね、だいぶ上がっちゃって、で、まあ代わりにミニでね、260円のを作るっていう形でね、まあ女性だったらあれ一杯でね、もうお腹パンパンっていう人も多かったみたいなんで、で、まあ価格面でもそれで260円でね、なんとか、ちょっとお手軽感のあることもできるしっていう、まあスープがあるんで言うて塩分も取れるんでね、ありなんかなと思いますけどね。まあうちの場合はね、普通のラーメン何杯食べるんやって話なんでね、また話が変わってきちゃうんですけど、何杯食えるんだろうな、一回ちょっとやってみたいですけどね、スガキヤの何杯食べれるかチャレンジみたいなね。じゃあ右沿い出るときやったらここから伊勢湾からね乗って高速乗ってくところです。今日
はね、別に急いではないんですよ。うん、向こうが仕事終わるのをね、待ってから、合流するんで。なので、下道でね、ブラブラと喋りながらね、行けたらなと思います。シーアさんとも、ね、動画撮れるかな、あれかなっていうところですけど、まあ、多分ね、やるとしたら、音だけ、ラジオ放送でね、もともと大体、ステラジ、いつだっけ、2012年だったっけ、に、そのラジオ放送始めた時の、まあ、1回きりだったんですけど、は、ダブルパーソナリティでね、シーアさんとやってましたからね。実はね、音声だけだったらいけるかな、そういうやつもいいんで、やっぱ結局普通で、ね、YouTube やるんだったら、ね、みんながこうグループでやったら、ね、グループ系 YouTuber だったら、ね、うちグループ系でもないんですけどね、ただ そのサークルの集まりなんで、普通にサークルの集まりなんであれなんですけど、ね、みんなでこう出てね、わーってやったらええやないのって、特に若い方だったら思うかもしれませんけどね、やっぱうちらの世代になってくると、まず そもそもそのカメラの前に顔出しするっていうのがすごく、拒絶感が高い人がめちゃくちゃ圧倒的に多いですよ。もう、こういう風に顔出そうっていう人が、1% いたらいいんじゃないっていうぐらいの、比率なんですよね。で、いうような、中ですし、で、しかも、もう社会人、もう ほぼほぼね、社会人なわけです。一人ね、ニートのやつ除いたら、まあ、社会人なわけでございまして、っていうことになると、やはりね、そういった、公の場でね、やるのはっていうふうにね、やっぱりなっちゃうんで、社会的立場ができちゃうんでね。そこがあるんで、なかなかこうやってカメラで一緒に写ってやるっていうのが難しい。まあね、そういう意味でいくとね、ちょうどね、そのニートのやつがね、いるっていうのはね、あれですけど、まあまたね、本当はね、お盆もね、一発撮ろうかなと思ったんですけど、もうちょっとさすがに3泊4日か、3泊4日でね、強行軍やってきたんで、さすがにあれでもう、ダウンでしたね。とりあえずね、投稿もね、全般的に、まあ、ずっと、まあ、あれがね、ちょっと一番でかかった、資格試験のね、QC の試験のやつがあってね、まあ、散々なね、結果だったんでね、まあ、もう、ちょっと、多分ね、チャンネルがね、これが資格試験でね、同学を目指してやりましょうみたいな、そういったようなね、企画でやってるんだったら、ね、本当にチャンネル版レベルのね、出来だったんで、あれなんですけど、ただね、そもそもそういう系やってたら、版だったなっていうのは、そもそも、問題とか一切出しちゃダメらしいですわ。QC でね。ですから、その、回答合わせみたいなやつとか、そういうのはもう一切これ禁止なんですって、っていうことなんで、そう、最初は、だから勉強してる模様を RTA とかみたいな形でね、やりながら生放送雑談とかも、実は、根幹にあったんですけど、そもそも、もう問題を移すとか、その問題の解説をするとかっていうのが、基本的には、NG っていうことだったんですね。なるもんで、ちょっと厳しいなということなんで、まあ、今回もその具体的な結果とかそういうような話とかはできないんですよ、っていうことなんで、あ、これはちなみにそのうちの会社がじゃなくて、もうその QC 検定局のその協会さんのところがその著作権の主張をするんで、ダメですよと、いうことなんですね。まあ、そう、著作権の権利とかね、全部もちろん向こうさんが持ってるんで、ディズニーランドと一緒ですよね。最近そのディズニーランドがね、その商用利用目的での、
撮影が禁止っていうのがね、出て話題になってましたけど、あれはもう、むしろ、いわゆる DK YouTuber とかって呼ばれるような人たち、それでやってるんだったらそこは押さえとこうぜと思ったんですけど、そこの辺のエビデンスチェックやらずにやっぱもうやってる人ってあんなにもいっぱいいるんだなということに驚きましたけどね、それ私有地なんで、基本的には撮影が全部ダメなんですよ、ここ大事なところでスーパーマーケットとかの撮影とかでも、今でもテレビでもお店紹介とかするときに、お店の大人の事情でちょっと店舗来る途中までが映せないんですけどみたいなことを言ってたりするのはそれなんですよね。基本的にその許可取りができとっても、許可取りでその例えばテナントさんが取り取ってもテナントの中はそうしたら OK なんですけど、タツパンクキツなんか折ってたからあれ拾ったか、で何だったっけ、